はい、どうも皆さん、おはこんにちは、こんばんは。はじめましての方は、はじめまして。実況やらせてもらっている、わらと申します。今回もね、トイレインワンダーランド、最高のバカゲー、パート2やっていこうと思います。ロードゲーム、リタッチ。ふぅ。前回がね、一つ目の便器を手に入れましたので、そして、便秘度が 92%。あと 92% も便秘しとんか。マジ大変やな。ということで、残りの便秘を解消するために今から冒険していきます。と言ってもね、何すればいいんだろう。確かここはね、もう通り過ぎたんだよね。攻撃されている！攻撃されている！攻撃されている！今の声やろ。攻撃されている！ マジ悪た、今のは。え？何が終わったの？いや、君の人生かな？終わった！ 可愛いな、ちょっと。喜んでみる？へへーん。まあ、16点、お前、何様やねん。貴様何様やねん。ハゲてみるか？はあ、そうですか。イケメンすぎますか。そんな貴様には殴って、攻撃されている攻撃されている攻撃されているマジネタやわ。面白い。あ、筋肉マンや。ケツマン。ケツマンか、こいつは。ケツマンを手に入れました。それは、とりあえずセーブしましょうかね。お、一緒になんか攻撃してる。かっこいい。ファイル3。入手物。ケツマン。ケツマン、ナイン。これ自分じゃね？あ、すげえ、シンクロした。シンクロ率 100%！ あれ？じゃあ今回はね、こっちの上の方を探索していこっかな。誰こいつ？なんこれ、なんか若干、このニュアンスっていうか、この輪郭から言って、麻生太郎的な？ 麻生太郎的、太郎的な人だ。多分合ってるな。なんだここ？また RPG みたいな世界に来たな。お！来た！便秘玉！やったね。便秘玉は俺のもんだ。かわいそうにな。便秘玉を入手しました。現在の便秘率が 89%。早くうんこしろよ。早くうんこしろよ。便秘便秘言ってんじゃない。お、今度はなんかモノクロの世界に来ましたね。おお、おお、お父さん、お父さん。あけ、お前いいか気にしろよ。あけぼの手に入れってどうすんねん。ちょっと待って。アイテム使いたいわ、もう、あけぼの。ネタすぎるやろ。ん、なんか白いウサギがいる。かわいいな。ちょっと待って、あれもう完全死亡フラグビンビンじゃん。いやー待って。セーブしとこう。とりあえずセーブしていこうか。はい、来ました、お父さんです。私のお父さん。ちょっと待って、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 昇天してんじゃねえか。何ゲームオーバーって、マジか。まだいるのか。あふぅあふぅぶっ飛びすぎやろ。リタッチ強いわ。お、何この、なんだっけ、消えたじゃないわ。忘れた。なんか鳥か。そう、鳥、鳥だ、鳥、鳥だ。お、瞬間どうした。誰こいつ。ああ、殺した。ごめんね。まあいいや。まあいいや。特に何もないのかな、この辺は。うん、ないね。復活してるし。復活してるし、こいつ。ちょっとアクション変えてみようか。終わった。はじめまして。私は長年あれを研究している、セバスチャンというものです。
名前かっこいい。昔は何人かの同士と一緒に研究をしていたんですが、私以外は全て消されてしまいました。消されてしまいました。次は私の番ですね。そう、お前の番だ。お前はすでに死んだよな。ごめんね。すいません。どうしようかな。どうしようかな。じゃあ、こっちに進んでみましょうかね。ちょっと BGM 大きめだね。あ、またいた。あ、また出た魔法陣。かっこいいやつだ。お、なんか世界変わった。すげえ、ちょ、セーブしとこう。怖い。セーブしておいて。お、なんか進化してる、ちょっと。あ、死んだ。死んだ。リタッチ強いわ。最強やないか。いや、何この生物。タコモドキ？まあいいや、放置していこう。てんてんてん。お、またこれ鳥居がまた色変わってるね。不気味な感じに死んでる。爪の白い、いらねえ。果てしなくいらねえ。爪の白い部分手に入れました。はい。あ、何かいる。なんだこいつら。かわいいな、ちょっと。やった！便秘玉だ！つっかまおせ！便秘玉！便秘玉入手しました。やったー！便秘率が 86% さっさとうんこしろ。ここは牢屋かな？もしかしたら、もしかしなくても牢屋だな、これ。これなんだろう？黒いウサギに話したけど最初の部屋に戻れます。戻りますか？いいえ、戻りません。まあ、特に何もしないんで戻りません、まだ。この部屋開けてあげたいな。踊ってみる？無理だな。トンテントン。トンテントン。特に何もないんだよね、今んとこは。お、何これ？タツヤ！タツヤ？え？なんでだ、今。お、走ってる、めっちゃ。チクイ、チクイ回せ、チクイ回せ。タコの子。すごい、顔と顔のバランスが外してる。あ、いや、めっちゃ速いもんね。しかも、結構大きいです。結構大きいです。めっちゃ速い。なになになに、どうしたの？何走ってんの？走る、走る、俺たち、ピクピン丸出し恥ずかしい。あ、終わり、終わりっすか？あ、終わりっすか？え、何このイベント、いらねえ。リタッチめっちゃ踊ってる。腰振り激しいな。なんか卑猥だわ、もう。お、白ウサギ。いや。やめろ、死ぬ。やめろ、死んだのか。やめろ、死んだ。ごめんなさい。すいませんでした。もうしません。何もしない。やっほー、やっほー。男性は5万円、女性は無料だけど遊んでいくか？いい、遊びません。そっか、残念。ここはまさか、便器。この便器はまさか。ウィン、ワン、ワン。便器の中に入るっていうね。あ、めっちゃ雨降ってる、今度は。なんか、次と世界が進化していく。あ、なんか、え？これやばいんじゃないか、もしかして。死亡フラグが立ったんじゃない、これ。セーブできる？できないね。とりあえず甘えるでしょうか。誰これ？お母さん？今外で起きている地震は、寒冷ではありません。あれが近づいてきてるんです。あなたは早く逃げた方がいい。何それ？個性的なものはこの世から消えてしまいます。その人がどうなるかわかりません。どうか違う世界で暮らしているのかもしれません。あ、だからお前はそんな個性ないのか。へぇ。だから私は便秘っていう個性があるからダメなのか。そんな感じ？私、シビキは近づいてるけど大丈夫？やばいんじゃない？何をしてるんですか？もうすぐあれが来るんですよ。ここにいてはいけない。早く逃げてください。大丈夫？あなたならきっとうまくいきますよ。私を信じています。私のこのグラフィックは使い回して、この人と同じですよね。
名前を出すなんて細かい設定は決められていません。あなたにとっては、あなたはとても個性的で羨ましい。そっか。ほら、あなたにも、あの、鳴き声が聞こえるでしょう。あれはもう、すぐそこまで来てるんです。早く逃げ、逃げると大変なことになりますよ。あ、そうだ、一つだけお願いしたいことあります。私に名前を、あ、いいよ、いいよ、いいよ。いい名前思いついてしまった。パー。これ完璧やろ、パー。超可愛いんだけど、これ。はい。ありがとうございます。人の名前をつけてもらうなんて、この世界では私が初めてでしょう。マジで？この名前は、わからん。ちょっとごめんね、それ。さあ、そろそろお別れです。またいつか問いたいところですが、それは叶わないでしょう。最後に、あなたに会えて私は少しだけ個性的になれた気がする。ありがとう。ちょっとよくわかんないなぁ。やばいんちゃうこれ、そうそう。個性的なあなたがこんな無視で、個性でつまんない私に話しかけてくれるなんて光栄です。いろいろと話したいことあるけど、時間がありません。あれは車にコンセプトが脱出してください。あなたに渡そうと思って、これをご用意してきました。青い、朝顔。きれいでしょ、あなたに聞きたいです。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。めっちゃチープしてる。やばい。じゃ、ガンガン。大丈夫これ。ちゃんと脱出できたかどうか、様子見てたら、あなたこのまま行くんですか。ほら、出口はここですよ。早く逃げてください。あなたはここにいるじゃないです。わかりました。私は大丈夫です。あなたが無事で、なんかそれでいい。そっか。ありがとう。さようなら。さようなら。ここは殺せないぞ。はい。カチッてなったけど。あ！これで二つ目の、便器を手に入れることができました。やったね。何か、なんか、無個性なものを犠牲にして、便器を手に入れるっていう、ちょっと残酷な終わり方でしたが。誰これ？あ、バイソンじゃないか。久しぶり。バイソン。世の中には、二種類の人間しかいない。うんこがよく出る、怪便者と、うんこが出ない便秘者。私は後者です。この世界の存続には、便秘者である、君の存在が必要不可欠なのさ。まあ、正しくは君の便秘度が重要なんだけどね。便秘度が低くなった人間は、すぐに消されてしまう。なぜなら、便秘度が下がるということは、この世界の破壊を意味するから。でも実は僕、それを望んでいるんだ。そうですか。僕には関係ありません。はい。ということで、今回も、便器を手に入れましたので、この辺で終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。お、え？ちょっと。まあ、いっか。寝ちゃったけど、まあ、いっか。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた、トイレインワンダーランド、パート3でお会いしましょう。See you!